ルファハンたちは随分シャドウハンを慕っていましたけど、普段は一緒におりんせんのね。シャドウハンは本当に天胆でありんすが、いやそれともお一人でいるのが好きなんでありんしょうか。歩む道に付き添いは不要と、そうおっしゃるのもわかりんすけど、でもわっちはシャドウハンの隣にいたいでありんす。なるほど、その気持ちはわっちにもわかりんす。職業柄人と接する大変さはわかっている。ゆえにシャドウハンの自由さには憧れてしまいんすな。そんなことはないと思いんすけど、でももしその言葉がまことなら好機、わっちがその寂しさ埋めて差し上げんしょう。